12月29日の恒例の爆竹さんの日本武道館公演が終わりまして、そしてこれまた恒例のコンサート終了後のババンの発表があったんですけど、その中で早速シングルのタイトルが発表になってました。太陽とイカロスということで、僕このタイトルね、そのままアルバムのタイトルになってもいいぐらいかっこいいタイトルかなと思って、まあアトム未来派ナンバーナインとかナンバーゼロとかアブラカダブラみたいな感じで、爆竹の23枚目かな、23rd アルバム太陽とイカロスってなんか似合う感じがするんですよ。まあ今日はその辺のお話です。まあ、そう思った理由の一つとしては、新しく発表になった桜井さんが赤いコートを着た、新しいアーシャーですね。それの背景に描いている西洋画もイカロスをモチーフにしたものだと思われるので、まあアルバムの表題曲的なイメージなのかなと思ったっていうのもありますね。思い返してみたら、アルバムハリーアップモードからセクシャル、セブンスヘブン、タブー、悪の花までは、アルバムの中にアルバムタイトルズバリの曲が含まれてたんですね。でその後狂った太陽、殺しの調べがなくて、ダーカーザンダークネスは隠しトラックでそれのタイトルがあって、シックスナインはなくて、コスモスはコスモスという曲がありましたし、セクシーストリームライナーも、まあインストゥルメンタルであって、あとワンライフワンデスとか曲とアイラブユーとかモナリサオーバーライブとか13回は結構アルバムにそのタイトルの曲はなかった。天使のリボルバーもなかったですね。でメメントモリとラズルダズルはその曲がある、夢見る宇宙もあった、あるいはナーキー、アトム未来派ナンバーナイン、ナンバーゼロ、アブラカダブラも、そういう曲名の曲はなかったですね。アブラカダブラも、ユリイカの中に含まれる象徴的な言葉としてアブラカダブラは出てきてましたけど、曲名ではなかったですし、そうやって考えるとですね、アルバムの中にアルバムタイトルと同じ曲名の曲が含まれていたアルバムっていうのは、今挙げた23枚のアルバムのうち11枚だったんですよ。なので、確率で言うと 47.8% ですね。前半は多かったけど最近は割と少なめっていうことですね。アルバムのタイトルは曲名ではないっていうことが最近は多かったと。で今回太陽とイカロスがシングルということで、あれ今挙げた中でシングルとして出てるのは何って考えたら、実は悪の花しかないんですよね。でそうなると23枚のうち1枚だけなので 4.3%、 すごく少ない可能性っていうのがあって、でそれも今井さんの作曲ということで、今回の太陽とイカロスは星野さんの曲なので、星野さんの曲がアルバム表題曲になったことって実はなかったなーっていうことで、ちょっと太陽とイカロスってアルバムタイトルとはまた別なのかなーってちょっと思いました。っていうのも、昨日の発表だとね、太陽とイカロスと無限ループは発表になったけども、その後のアルバムタイトルはまだ発表にはなってなかったので、まあ、アーシャに現されるぐらい重要な曲であることは間違いないんだけれども、アルバムタイトルになるかどうかは分かんないですねっていうことです。はい。でイカロス自体はね、パッと思いつくだけで2曲、あのアンブレラと、ナットファウンドでイカロス飛んだりしてるんですけど、まあ、それどっちも今井久志さんが詩を書いてるので、今回桜井さんが書いた詩でイカロスが出てくるのは今回初めてかな。はい。どういう曲になるのか全く分かんないですけど、なんとなくこう太陽とイカロスってなると、太陽を客観視してるので第三者的な視点のこうイメージのタイトル、なんかラブソングな気がするんですけどね。なんとなく太陽にすごく憧れて近づいて行くけど叶わぬ恋みたいな感じなのかなってなんとなく思いました。まあわかんないですけどね、こればっかりは。アップテンポなのかバラードなのかも全くわかんないですし、はい。とにかくこれからも着実にこう政治家なんかよりもよっぽど着実に公約を実行してくれるので、そこは安心して、まあツアーの話とか今度別の動画でしたいと思います。では。